ドルさん。やっと願いは叶いました。この木の下で待っていれば、いつかきっとあなたが来てくれる。そう信じて毎日ここに来ていたんです。あなたを引き止めるつもりなんてありません。元気でいてくれたらそれだけでいいんです。